どうも、ビール大学ビアマイスターの清水です。この動画ではビール検定、通称ビア検3級の問題と簡単な解説をしていきます。面白かったらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では早速本日の問題に参りましょう。それでは本日の問題です。スーパードライ、一番搾り、黒ラベル等の日本の単色ビールはどのビアスタイルに該当するか、最も適切なものを次の選択肢より選びましょう。A. ケルシュ B. ピルスナー C. バイツェン D. ペールエル。さあ、どれでしょうか？それでは正解ですね。正解は B のピルスナーが正解でした。 A のケルシュはドイツのケルン地方のビアスタイルで、上面発酵酵母を使って低温で作るビールです。 B のピルスナーはチェコのピルゼンで誕生したビアスタイルです。黄金の色合いと爽快な香味が特徴です。 C のバイツェンは小麦麦芽を 50% 以上使用して作るドイツの伝統的なビアスタイルです。 D のペールエールはイングランドのバートン・オン・トレントで生まれたイギリスの伝統的なビアスタイルです。淡い色合いが特徴で、苦味が強くすっきりとした味わいのビールです。以上、本日のビア検3級の問題でした。それでは皆様、またお会いしましょう。